なあ、さくら。この桜の木って、いつこんなになったんだっけ？私が、新宮寺さくらさんに助けてもらった時です。突然現れたコウマが、その桜の木を。コウマが、こんなところにまで。そうだったのか。その時に颯爽と現れてコウマを倒してくれたのが新宮寺さんでした。そうか。見事な桜の木だったのに残念だな。この場所は私にとってとても大切な場所なんです。誓いと約束、私が私であるための思い出の場所。新宮寺さくらさんに会って、新宮寺さんみたいになると誓った。そして、ここで交わした聖人さんとの約束も、私にとって大切な思い出です。さくら。覚えていますか、聖人さん。昔、聖人さんが私に言ってくれたこと、私に約束してくれましたよね。約束？ないんですね。もうがっかりですよ。まあ昔の約束だからどうでもいいじゃないか。聖人さん、今なんて言いました？昔の約束も大切だけど、今の約束だってそれ以上に大切だってことだ。今の俺は帝国歌劇団花組の隊長。花組を絶対に解散させないとみんなに約束した。その約束を果たすためには強敵ロンドン歌劇団に勝利しなくてはならない。頼む、さくらの力が必要なんだ。一緒に花組を守ろう。何ですかそれ。結局、私の力が必要なだけなんですね。新宮寺さんのことも、そう。ただ、力を利用するだけ利用して、当たり前のように見捨てる。犠牲になった人の気持ちなんて、これっぽっちも考えてない。さくら。言い過ぎだぞ。俺はさくらを見捨てるなんて考えたこともない。そういうさくらは俺や初穂の気持ちをちゃんと考えてるのか。知りません。さくら。知りません、知りません。そんな聖人さん大嫌いです。帰って、帰れ。さくら。聖人さんなんて、私の隊長にならなきゃよかったんだ。鉄管さん、一人なのか。さくらはどうした？それが喧嘩になってしまって。そうか。その刀、さくらのですか？ああ、あこぼれがないかと思ってな。今日も泊まっていくか？いえ、ロンドン戦もあるので帰ります。わかった。連れて帰ることはできなかったな。ロンドン戦、
サクラ抜きで戦えるだろうか。号外！号外だよ！浅草を襲撃した謎の仮面女、最新情報だよ！仮面？まさか帝国競技場を襲った謎の仮面女が早朝の花屋敷を襲撃。帝国海撃団が抗戦し退けたものの、怪我人は子供も含め数十人に上るか。間違いない、これは夜叉の仕業だ。俺がいない間にとにかく急いで帝劇に戻ろう。ようやく戻ってきたのかよ。ハツコ、夜叉の襲撃はどうなった？ああ、花屋敷のことなら安心しろって。ちゃんと私たちがコウマを追っ払ってやったぜ。まあ、夜叉には歯が立たなかったけどな。そうか。隊長がいなくたって、守るぐらいならちゃんとやれるってことよ。へへん。ハツホに任せてよかったよ。今日からはハツホが隊長だな。ああ。だって隊長なんてめんどくせえ。それにそいつはあんたの仕事だしな。私はあんたの力になれりゃいいんだ。ハツホ、ありがとう。それはそうと、ここで何をやってるんだ？ここに新しい舞台を作ろうと思ってね。ま、継ぎはぎだらけのステージだけどよ。新しい舞台？みんなと相談したんだ。中の舞台は壊れちまったけど、帝劇がなくなったわけじゃないし、さくらも私も帝劇のメンバーはみんな生きてる。だったらやることは一つだってな。間に合わせだっていい。ここに新しい舞台を作ってさ、私たちのレビューを帝都の人たちに見てもらうんだ。夜叉が何をしようと、帝劇は帝都は生きてるってね。戦いの力じゃない、私たちのもう一つの力で帝都に笑顔を取り戻すんだ。だからよ、絶対成功させようぜ。クリスマス公演をさ。ハツホ、それはそれとしてよ、サクラはどうしたんだ？サクラはいない。俺一人で戻ってきた。あ？どういうこと？それが喧嘩になってしまって仕方なく。何が仕方なくだ。殺すとこの恋。いや、でも…でもじゃねえ。どの面下げてのこのこ帰ってきたんだ。この当変木の丸田坊が味噌汁で顔を洗って出直してきやがれ。ハツホ、そうは言うけど…おい、てめえなんかに任せた私がバカだったぜ。
やあ、神山くん。少し元気がないようだが、大丈夫か？なんとか。お気遣いありがとうございます。うん。そういえば、さくらの実家に行ったそうだね。鉄管は元気だったかい？はい、お元気でしたよ。しかし、ご友人だったんですか？もちろんだよ。私はさくらの師だしね。それに、鉄管とは長い付き合いだ。もう何年になるかな。そうだったんですね。もしかして…刀を鍛えてもらったんですか？鉄管さんはその筋ではかなり有名だと聞いています。そうだね。それが彼の苦しみでもあるが。え、それはどういう…すまない。他人に話すようなことではなかった。忘れてくれ。それはそうと、さくらと何かあったのかな？君の元気がないのは、それが原因と見える。お見通しですか。実は、さくらと言い争いになってしまって。大嫌いだ、帰れと言われてしまいました。隊長として誠意を尽くして話したつもりが裏目に出てしまったようです。うん、隊長として誠意を尽くして。あ、神山君、一つ聞かせてはくれないか。君はさくらのことをどういうふうに思っている？さくらのことをですか？もちろん結婚を前提にそう考えています。そうだったのか。意外な気もするが、そういうものかもしれないな。君の気持ちは分かった。だが逆に、さくらの気持ちはどうだろうね。さくらの気持ちですか？意外でも何でもないが、君は本当に大事なことが分かっていないな。え？神山君、さくらは女の子だ。剣を振るい、高魔をも恐れぬ強い心を持ってはいても、一人の女の子であることを忘れないでいてほしい。一人の女の子。隊長としてさくらに接した君は間違ってはいないと思うが、ただそれとは違う接し方があったかもしれないということだ。だが、ぶつかり合って悩むのも青春だ。青春したまえ、若者たちよ。申し訳ありません。さくらを連れ戻せませんでした。そう。回復には時間がかかりそうね。さくらは、夜叉が新宮寺さくらさんだと思っています。俺は、正直わかりません。そうなのか、違うのか。あれが、さくらさんのはずがありませんわ。え？復讐のために、帝都を襲う？さくらさんを見くびらないで。それに、約束もしましたし、ね。約束？ええ。
ミト作戦の時に。あの作戦は、とても辛いものだったわ。それは、最初から犠牲になることが決まっていた作戦だった、ということですか？早合点しないで。そのような作戦、あの方が立てるわけないですわ。必ず全員で生きて帰る。それが口癖でしたもの。あの方たちがまだ帰ってきていないということは、きっとまだあちらで戦っているのよ。私はそう信じていますわ。だからみんなが帰ってくる家をこうして守っているの。家ですか？そう。帝劇はみんなの家。どこで戦っても必ず帰ってくる場所。あなたは花組のみんなに、そして雨宮さんに家を作ってあげられたかしら？いいお天気ですね、神山さん。どうです？気分は晴れましたか？まあね。浮かない顔ですね。それなら私に悩みを話してみませんか？聞いてくれるかい？もちろんです。何でも話してください。アザミも聞きたい。清十郎の力になるために。アザミ清十郎は家族も当然だから、何でも話してほしい。家族か。スミレさんにも言われたよ。大帝国劇場はみんなの家だって。俺の役目は花組のみんなに帰ってくる場所を作ってあげることだって。俺はそんな風に家族みたいにみんなと接したことはなかった。だからさくらも初穂も俺に愛想を尽かして怒ったんだろうな。俺は本当にダメなやつだ。そんなことありません。だって神山さんは私を救ってくれたじゃないですか。自分の力を恐れていた私を信じて受け入れてくれました。そのおかげで私は新しい自分になれて、心から安らげる家を手に入れたんです。だから私は神山さんを家族のように大切な人だって思ってます。クラリス。アザミも同じ。清十郎が信じてくれたから今のアザミがある。
清十郎がいるところが麻美のいるところ、だから清十郎が麻美の家。大丈夫ですよ神山さん、さくらさんも初穂さんも神山さんを大切に思っているから怒ってるんです。そうじゃなかったら人は本気で怒ったりしません。そうか、そういうものかもな。ありがとう二人とも。なんとなくだけど俺のやることが分かった気がするよ。よかったです。忘れないで清十郎、アザミたちはいつも清十郎のそばにいる。初穂、いるかい？いねえよ。ごめん、ちょっと聞いてほしいことがあるんだ。さくらのことは悪かった。でも、俺は諦めたわけじゃないんだ。さくらがどんなことになっても俺はさくらを諦めない。そして同じように、初穂、俺は君を諦めない。だって俺たちは花組という家族なんだから。それだけ言いたかった。それじゃあ。清十郎、なんだろう、誰かが呼ぶ声が聞こえる。清十郎、緊急事態、早く起きて。この声はアザミか。清十郎、起きた？緊急事態、初穂がいなくなった。初穂がいなくなったって、どうして？これ、初穂の部屋にあった置き手紙。さくらをぶん殴ってくる。なんだこれは。アザミ、この手紙を見つけたのはいつだ？ついさっき。急げば追いつけるかも。ありがとう、アザミ。行ってくる。うわぁ！すまん、急いでるんだ。どうしたんだ、あいつ。
だな。さくら、てめえこんなとこで何やってんだよ。何を、私の家で何やってたって勝手でしょ。ざけんな。いつまでもうじうじとへたれてんじゃねえ。情けねえったらありゃしねえ。うるさい。もう何なのよ。いきなりやってきたと思ったらいきなり殴りかかってきて、わけわかんないよ。うるせえ。今のお前を見てるとイライラすんだよ。夜叉が新宮寺さくらかもしれないから戦えないだ。甘ったれるんじゃねえ。うるさい。発想に何がわかるって言うのよ。大切なもの、目指すものを持ってないあなたに何がわかるのよ。大切なものあるさ。歌劇団のみんなに、神社のみんな、そして何よりさくら、お前だよ。私はさくらが一番のダチだと思ってる。出会ったあの時からずっと、だから一番のダチだから、一番大切なやつだからよ。お前が間違った方に進んだらいつだってこうして殴りに来てやるんだ。お前がやめてくれって言っても泣いてもぶん殴って絶対に正気に戻してみせるんだよ。お前はどうなんだ。大切なものをどうやって守る。新宮寺さくらが悪に落ちたら泣くだけか、ただ立ち止まってるだけか。どうしろって言うのよ。大切なものを守れよ。お前の、お前だけの正義でよ。うるさい、うるさい、うるさい。もう、もう黙ってよ。黙れ。この、わからずやだ。やめろ、二人とも。って聞いてくれる雰囲気じゃない。間に合え。私と初穂の間に入ってきたんです。それで初穂の拳が聖兄さんに。そっか、さくらは大丈夫だったのか。私は大丈夫です。聖兄さんこそどうですか。ああ、もうなんともない。それより、そのこの状況はさすがに恥ずかしいな。いいですから、もう少しじっとしていてください。しかし。いいですから。ああ来てくれたんですね。え、喧嘩して帰っちゃったけど、また来てくれました、聖兄さん。それはだって桜が心配だったんだ。そんなこと言って、この前はさっさと帰ったくせに。ごめん。冗談です。来てくれて本当に嬉しいです。この前は帰っちゃってごめんな。
君が傷ついていることは分かっていたけど、どうすればいいか分からなかったんだ。いいんです、私の方こそ、そのごめんなさい。お互い様ってことかな。そうですね。それはそうと、そろそろもっと膝枕したかったのに。いや、さすがにな。もう痛みも引いたし、大丈夫だよ。ありがとう。ところで、初穂はどこに行ったんだ？言いたいこと言ったら、さっさと帰っちゃいました。あと、恥ずかしかったんだと思いますよ。私との喧嘩を聖兄さんに見られて。そうか。初穂とは本当に仲がいいんだな。初穂はすごいんです。美人で明るくてハキハキしてて、私にとってはきっともう一人の憧れの人なのかもしれません。きっと初穂も同じように思ってる。いいもんだな、そういうの。はい。初穂から聞きました。夜叉がまた帝都を襲ったって。ああ、でもなんとか初穂たちが守ってくれているよ。私は今はいいさ。さくらの気持ちを無視して戦わせるつもりはない。大切なものを守りたい。その思いが蘇った時、また共に戦おう。だけどこれだけは覚えておいてほしい。初穂の言った通り、君の心には君だけの正義が宿っている。もし新宮寺さんが間違ったならどうすればいいか、君はもう分かっているはずだよ。聖兄さん。さて、それじゃあ俺はそろそろ行くよ。え、帰っちゃうんですか？ああ、伝えたいことは伝えたつもりだ。それに明日はいよいよロンドン戦だ。体調が留守にするわけにはいかないだろ。君を待ってるよ、さくら。それじゃ。お父さん。後悔のないようにな。あとはお前の好きにすればいい。それだけだ。初穂、もしかしてずっと待ってたのか？わ、待ってなんかいね。たまたまだ、たまたま。それより一人みたいだな。さくらはどうした？俺はさくらを信じる。へへ、私もだぜ。あいつは絶対戻ってくる。絶対な。なあ、神山。私は間違ってたかな。さくらを殴るたびにさ、涙がこぼれそうだった。私はさ、さくらが大好きなんだ。どんな時でも前向きで、諦めなくて、いつだってあいつに励まされてきた。私はガサツで喧嘩っ早いだろ。
悪いことだってやりそうなぐらいに。だけど心がさ歪まなかったのは間違いなく桜のおかげだよ。あいつのまっすぐな心がいつも私の手を引いてくれたんだ。だから桜には本当に感謝してる。本当の親友なんだ。なのに初歩、親友を殴るってのは心が痛えんだな。本当に痛いんだけど、私はあんな風にしか気持ちを出せねえから。なあ、私の気持ち桜に届いたかな。そうだな。大丈夫、届いているさ。初歩らしいですって言ってたよ。そっか、届いてたならいいや。あ、ならあいつは大丈夫だ。ありがとう、神山。それはそうと、明日はロンドン戦だ。さくらを案じるのは当然だが、戦いの準備もおろそかにしちゃダメだぞ。あっと坊よ、この私を誰だと思ってんだ。帝劇のヒロイン、初歩ちゃんだぜ。初歩ちゃん、明日もきっちり勝ってみせるぜ。よし、それじゃ明日に備えてそろそろ休むか。じゃあな、お休みだぜ、神山。